ルーニーとかアルナトランとかムチムチしてる選手ってアゴヒゲたくさん生やしてごまかしてる気がするよ。でおなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、がっつり何試合か見まして、まあそのね、注目の試合の方を振り返りながらね、話しさせていただこうと思います。というわけでですね、まずは質問の方答えさせていただきましょう。こちら、長番さん長番さん、毎回これどっちかわかんないですね、やはりチェルシーは強い、問題は来年はチャンピオンズリーグに出れると思うんですけど、そうしたらどうなるんでしょうか。というわけで3バックにしてからですね、無敗記録継続中と言いますか、もう引き分けもないんですね。ずっと勝ってるというわけで、あのリーグ戦は。というわけでね、そんなチェルシー来シーズンどうなるかっていう話ですね。やはりチャンピオンズリーグにプレミアリーグのチームが出るとなりますと、あのカップ戦が国内で2つありまして、リーグ戦とチャンピオンズリーグでもう休みなしで戦わなければいけないので、どうしてもですね、戦力的な厚みが必要になってきます。まあ2チーム作れる分のですね、戦力がなければいけないなんてプレミアリーグの場合は言われたりとかします。そうなってきますと、今のチェルシーのですね、選手層ですと、リーグ戦今ね、リーグカップも、敗れてしまいましたので、今の、ね、陣容でどうにか週1、まあ多くて週2の試合だったら、乗り切っていけるんですけど、来シーズンはそういうわけいかないんで、その中での補強ポイント、僕どこかと言いますと、まずセンターバック、ここ2枚欲しいと思いますね。今3バックをやっていまして、真ん中のダビド・ルイス、そして左がケイヒルで、右がアスピリクエタなんですけれども、最近イバノビッチが復帰しまして、テリーも復帰してまた休んじゃったんですけれども、レギュラーの3枚以外、まあレギュラーの3枚でもかなりケイヒルは怪しいプレーをしてるんですけれども、やっぱりセンターバック3人の中でですね、この1人でもかけると今のチェルシーのですね、この勢いすぐになくなってしまうと思います。特にですね、3バックですとマイボールになった時に、両センターバックがバーって開いてですね、パスコースを確保してっていう動きをしながら、あの中盤のプレスが激しい場合ですとか、センターバックがね持ち上がって、そこのねミッドフィルダーたちを引きつけて、パスを出すっていうことをしなければいけないんですけれども、そこをですねスムーズにできるのが今ダビド・ルイスぐらいでして、そのダビド・ルイスもねちょこちょこミスはするんですけれども、まあそういった形で、盤石といった体制ではないんですね。こういったところで来シーズン、ボルシア・メーヘン・グラードバッハに、このレンタル出しているクリステンセン、これを復帰させて、あと1枚、今はね噂が上がってるのはクリバリですとか、あとローマのマノラスですとか、まあいろいろ上がってるんですけど、このあたりを1枚獲得するのではないかと。そして来シーズンですと、まあ今シーズンねもう練習には復帰してて、リザーブリーグの試合には出てるんですけど、ズマですとか、まあこういった選手たちをですね陣容に加えて、3バックね務められる選手を6人にして回さなければいけないなっていうふうに僕は思います。あとですね、中盤の選手、特にですねカンテ・マティッチが抜けた穴を埋めれる選手ですね。この辺ですね、インテルのブロゾビッチだったり、あとずっとねあのコンテが欲しがってると言われてるナインゴランですとか、この辺がですね注目なんですけれども、まあ冬にナインゴランはなかなか取れないと思いますので、来シーズンチャンピオンズリーグ出れるってなりましたら、冬にブロゾビッチが来て、まあねピオリに監督が変わったばっかりなんで、インテルもすぐ出すかどうかわからないんですけれども、まあこの辺でですね、カンテ・マティッチと回せる選手を一人ずつ取れるかっていうのとですね、あとウィングバックですね、この辺ですね、ウィリアンもできると思うんですけど、今モーゼスとマルコス・アロンソがすごく良くて、このね両ウィングバックの、代わりといいますか、ここターンオーバーできる選手を一人必要だと思います。あとアザール・ペドロ、ここをねウィリアンだけで回せるのか、オスカルが代役できるのか、まあこういう風にね言ってくと、セスクの場所がないなっていうような気がしまして、まあ僕的にはですね、セスクはあのジエゴ・コスタが今すごくいい状態なんですけれども、ジエゴ・コスタが出れなくなったらセスクを真ん中に使ってみて、ゼロトップ的な形でアザール・ペドロとこうねあの循環しながら、流動的にポジション取りながらとかいう形もすごい面白いと思うんですよ。ただ今ジエゴ・コスタ絶好調ですし、控えにはバチュアイが、いますので、そうなってくるとなかなかね使いにくいですし、ねチームの攻め方も変わってくると思いますので、セスクが出てくると、なんでこの辺ね、簡単にはいかない問題だと思うんですけれども、ぜひですねジエゴ・コスタが出れない試合ですとか、ターンオーバーする試合が今後出てきたら、セスクをちょっとねゼロトップという形で、ワントップに使うところを見てみたいなっていう風に思ったりとかします。ちょっとね、質問とはずれてしまいましたけど、そのようにね各ポジションに、1人2人ずつですね補強しなければいけないっていうのが、まあ僕も含め皆さんの考え方じゃないかなっていう風に、思ったりとかします。そしてですね、こちらの質問といいますかコメント、ボールダンサーさん、レオさんってレアルファ
番見たいというわけで、心外ですね、これは。確かに白着てますけど、これですね、僕もうバルサ一筋と言いますか、なんならこのチャンネルと言いますかね、チャマくんっていう、ゲーム YouTuber の子がいまして、その子に誘われて、最初その子のチャンネルで、このね、サッカーを語る動画をやってて、そこからですね、まあ独立って言いますか、お前邪魔になったから出てけ、みたいな感じで、こっちで一人で、やり出したんですけれども、その時にですね、その時っていうかその前ぐらいから、バルサだけだとですね、バルサしかやんないんですかっていろいろ来て、わかりました、じゃあバルサ以外もやりますって形になって、今の感じになってるんで、まあ、喫水ですよ、もう。バルサの試合だけはどんなに忙しくてもちゃんと見ますからね、全部。なんで、ちょっとですね、レアルの方に最近寄りすぎた。まあ、寄ったつもりはないんですけれども、ね、敵を知ってこそ勝てるっていうことでですね、レアルの特集してたんですけど、ちょっとバルサの話させてください。レアルソシエダ戦、ラ・レアル。向こうではね、レアルっていうとソシエダの方らしいんですけど、最近ね、アトリチコマドリーとかがすごくなってきて、レアルソシエダが落ちてきたんで、レアルっていうと、まあ、マドリーのことを指すっていう風にもなってきてって、ちょっとややこしい状況なんですけど、そのね、ラ・レアル、リアルのホームの、あのエタ、こう数シーズン全然勝ててなくてですね、まあここにもうベストメンバーで臨んだわけなんですよ。怪我を抱えているピケだったりですとか、ちょっとね、コンディション上がりきってないアルバとか、その辺全部使って、その辺全部休ませずに行ったんですけれども、1-1のドローでした。これですね、1-1のドローで良かったって形ですね。1個ゴールを間違えたオフサイドで、取り消されまして、ソシエダの方が。なんでね、バルサ的にはラッキーです。もうほんとこれ勝ち点1取れただけでも。本当は勝たないといけない試合でして、これによって、ね、首位レアルとの勝ち点差が6に開いてしまいまして、ちょっとやばい状況。やっぱりですね、バルサが一見この陣容が揃ってるっていうか、あ、これ今シーズンの布陣穴ないなって見える時に限ってやばいんですよ。昔、テュラムだったり、ザンブロットだったり、アンに取ってきた時もそうだったんですけれども。で、レアルマドリードが、このペレスが頑張んないで、補強をですねしなかったシーズン、このメンバーをですねそんなに変えないで臨んだシーズンっていうのは強いと。なんでこれが今のところですね、じりじり差が広がっていっちゃってる状況で、このレアルソシエダ戦、まあですね、コンディション悪いっていうのはちょっと言い訳っぽくなんで言いたくないんですけど、まあみんな出足遅いし、ボール持った時も動きが鈍いし、ね、どうしても最近リバプールだったりチェルシーとか見てるんで、まあそのボールをですね、低い位置で、味方の選手が持った時の前線の動きのなさ、すごく気になりました。まあそんな中でですね、イニエスタがいないところをアンドレ・ゴメスかなりカバーしてくれてるんですけど、それでもですね、やっぱり、ブスケツだったりラキティッチ、まあラキティッチの不調が気になってまして、この試合もね、ラキティッチがもう後半頭からデニス・スアレスに、交代させられていました。でですね、この試合でピケが負傷して、ジョルディ・アルバも負傷して、一旦交代かってなったところを無理して続けた感じなんで、レアル戦これでおそらく万全で出れないと。で、この間レアル・マドリードの試合見ましたら、セルヒオ・ラモスがですね、もうオーバーヘッドとかやってて、めっちゃ調子良さそうだったんですよね。で、バランも温存してて、カゼミロもですね、ちょっと国王杯でちょっと使った後、クラシコにですね、フルで、臨めるようなコンディションに持ってくって話で、なんか気づいたらレアルの方が全然ですね、マドリーの方が全然いい感じになってると。なんですごく心配なんですけれども、まあそんなバルサが今回の試合ですね、 1-0 でまあほとんど支配されてて、もうほんとつまんない試合になっちゃってたんですよ。これバルサみたいな、そんな状況でですね、良かったなっていうか、こういう時こそですね、ルイス・エンリケのいいところ気づいたらですね、言ってかないとね、ちょっと無能無能って言われすぎなんでね、ちょっとフォローしたいなっていうかね、気づいたんで言いたいなっていうところなんですけど、ブスケツとアンドレ・ゴメス、これですね、ブスケツが出ない試合とかターンオーバーで、アンドレ・ゴメスが、アンカー、このブスケツのいるピボーテの位置をですね、務めることがあったんですけれども、これをやらせていたことによってですね、ここのポジションチェンジによってレアル・ソシエダを混乱させることができました。得点のシーンなんかはですね、アンドレ・ゴメスがアンカーの位置に入りまして、ブスケツが左の高い位置からネイマールにパスを出しまして、まあここからはですね、ネイマールが2人抜いて、中に折り返したところ、メッシがですね、素晴らしいシュート、もうね、3人がスライディングで飛び込んでくるところ、素晴らしいシュート決めてましたから、このね、2人のスーパーな能力で勝ったわけでして、またこの2人をですね、活かせるのがこのデニス・スアレスの投入なんですよ。どういうことかと言いますと、前もですね、このチャンネルで言ったと思うんですけど、デニス・スアレスって味方の選手がマイボールになった時に、相手陣内でフリーのスペースに走り込む能力非常に高くてですね、この試合もラキティッチに代わって入ったデニス・スアレスが、相手のディフェンスを引きつけて、相手のラインを下げさせるっていうか引っ張ったところを、メッシに少し空間ができまして、そのシュートを叩き込めたっていう感じになりますんで、この辺デニス・スアレスをラキティッチ、ちょっとね、動きが鈍いと言いますか、疲れがね、溜まってるラキティッチを、後半から
変えてデニス・スアレスにした判断と、あとアンドレ・ゴメスとブスケツの位置を変えた判断、この辺はですねルイス・エンリケが指示したとしましたら、素晴らしい采配だったと言えるんじゃないでしょうか。というわけでですね、前回レアルやりましたので、今回はですねバルセロナの方の、皆さんのベスト布陣考えてほしいなというふうに、思います。レアルに比べてですね、どうしてもフォーメーションがですね 4-1-2-3 とは守備の時の 4-4-2 の併用ですので、ちょっとですねバリエーションは少ないかもしれませんが、今ブスケツが調子悪い、ピケもアルバも出れるかどうか微妙、アンドレ・ゴメス、デニス・スアレス、ラフィーニャ、そしてラキティッチとか、こうね中盤の2列目の選手、この辺がどういったチョイスで、使われてくるのか、またアルダトランとかもいますしね、そういったところで今のですねバルセロナのベスト布陣、まあイニエスタ戻ってくると思いますんで、イニエスタの相方は誰になるのかどうなのかとか、まあそういったところでですね、まあ人だけではなく、こうレアルはこう来ると思うんでこういう風にした方がいいと思いますとか、レアルのここが弱いと思うんでバルサはこうついてった方がいいと思いますとか、まあそういったところでより深い意見からね、ライトな意見でも全然構いませんよ。もうこの選手見たいからここ使ってほしいとかね、こいついらないとか、そういうのでもね全然もうサッカーをね語って楽しんでいこうっていうチャンネルですので、そんなね専門的な知識はいらないんで、皆さんが思うことをどんどんコメントでね書いてもらって、もう批判とか気にせずどんどん言っていきましょう。もう僕なんかもね、あの批判気にしてたらこんな活動、できませんので、それを見に来てくださる皆さんもですね無責任にどんどん言ってってね、もう神奈川さんとのラジオでいうテヘペロ精神で、もう間違ったこと言っちゃったらすいませんって感じでね、楽しんでいきましょう。というわけでですね、バルサの話をたっぷりしたところで、最後はこちら、ヒロさん、マンチェスターユナイテッドはチェルシーみたいに大敗してからの巻き返しはありますかね、というわけで、まあ、こちらマンチェスターユナイテッド、徐々にね、良くなってる感じはします。ですが、この間、ウエストハムユナイテッドとの試合で、1-1 のドロー、ここから勢いつけたいってところでですね、また勝ち点を稼げない結果になってしまいました。そのウエストハムユナイテッド戦、陣容はこんな感じでした。ポグバがまたボランチに使われましたね。キャリックが入って、うまくいってて、ポグバトップしたって形がいいんじゃないかっていうふうに、落ち着いたかと思いきや、またポグバがここで起用されまして、どうやらキャリックが怪我をしてしまったようで、このような布陣になっていました。これですね、結構攻めてた時間あったんですけど、やっぱりポグバがですねこの3列目に使われますと、なんかスーパーロングキックマシンって言いますか、左右に振り分けるボール、前線へのパスだったりミドルシュートだったり、キック精度を武器にした選手になってしまいまして、まあ当然ねその素晴らしいテクニックとかフィジカルでかわせる部分はあるんですけれども、どうしてもですねやっぱりポグバの狭い位置でのそのなんかスケールの大きいプレーって言いますか、ポグバにしかできないキープ力だったりとか、イブラとの連携とか、ちょっとですね回数が少なくなるって言いますか、怖さが半減する感じはするんですよね。それはまあおそらくですねモーリーニョも気づいてると思うんですよ。でこの試合ですね、マタが真ん中に使われたんですけども、やっぱりですねマタは右に使って中に入ってきて、イブラだったりとかポグバのコンビネーションでバレンシアの上がってあげるスペースを作ってあげるっていう働きをしてる時の方がチームとしてのね、この能力っていうか、力が高まるというふうに僕は思います。でそれとですねイブラヒモビッチ、この試合ですね1ゴール決めたんですけれども、その決めた得点もポグバのですね左の、ちょっと深い位置からの、まあ、あの角度のついていないロングボールって言った方がいいんですかね、クロスっていうより、そのボールをイブラがヘディングでゴールを決めたんですけれども、イブラはですね両サイドからボールが来るときにですねファーサイドに流れて、そこからヘディングで落としたりシュートを狙ったりとか、そういう形が多いです。そこでですねトップ下にポグバがいると、上げるねクロスを上げる側からしたらターゲットが2人になりますし、イブラもですね折り返す先にマタがいるのとポグバがいるのではですね全然折り返すボールとかも高いもの、入れれますし、相手からしてもすごい脅威ですよね、その2人がいるのは。そうなってくるとやっぱりポグバが2列目にいるっていうのは一つ、あの有効な手段だと思います。そしてですね、3列目にポグバではなくてキャリックを使うと、エレーラがどんどん前に出ていく守備をできますので、バランサーと組ませたエレーラがいるとですね一見攻撃力が落ちる陣容に見えるんですけれども、セカンドボールを拾ったりですとか、その守備への切り替えの時にもう一回自分たちのターンみたいなですねボールの奪い方をしてくれるんですよ。なんでこの3列目の、陣容っていうのはやっぱりキャリックっていうのは今すごくですねキーになる選手でして、でもキャリックいなかったのは仕方ないじゃんレオザフットボールっていう話だと思うんですけど、ベンチにシュバインシュタイガーが入ってたんですね。でこの試合ですね、マタに変えてムヒタリアンが入って、ラッシュフォードに変えてルーニーが入って、リンガードそのまま残したんですよ。でムヒタリアンが真ん中の位置からどんどん出ていくんですけれども、これですねマタがいなくなるとですねやっぱりあの中盤に1個柱がなくなるって言いますか、出し手と受け手の関係が結構動き回ってですねポジショニングめちゃくちゃになっちゃうみたいなことがありまして、僕はですねまたは絶対に外さない方がいいと思います。なんで結構ですねまあそうは思いたくないですけど、モウリーのですね
こうまただったりとかシュバインシュタイガーとか一回なしにした選手をですね、やっぱ自分の何ですか考えがですね間違ってるのを認めたくないのか、やっぱりどうしても重要な局面で外す部分がありますよね。まあ、シュバインシュタイガーに関してはまだわかんないですよ。ただ、キャリックもそうですし、マタもそうですし、ここまでですね、やっぱり、助けられてきた選手と自分がですね、重用してきた選手の中でギャップがある感じが僕しまして、この試合もですね、マタが残ってたらどうだったんだっていうふうに思う部分がありますので、僕はですね、絶対にマタは右サイドを使って、ポグバ高い位置、で、キャリックを3列目に使って、使えないときは同じ働きができるシュバインシュタイガー、バランス見ながらパスを散らせてっていう、そういったベテラン選手をですね、使っていくべきだっていうふうに、すごく思いますね。なんで、今後ですね、浮上のきっかけになるのは、キャリックがね、どのぐらいの離脱になるかわかりませんけれども、キャリックだったり、シュバインシュタイガーだったり、この3列目でエレーラが前に出ていく守備、この切り替えの時にもう一回マイボールにできる守備を、できるようにするためにこのパートナー、ここをですねポグバではなくバランスを取れるシュバインシュタイガーキャリック、この2選手をね、こう一回プライド捨てるって言いますか、ちゃんとそこをですねモーリーニョが使っていけるかどうかっていうのがすごく鍵になるのが分かった試合でした。あとユナイテッドに関してはディフェンスラインも気になったんですけれども、そこに関してはニュースザフットボールでも話させていただきますので、そちらもお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とかレオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ。